こたびの演舞、皆に何を見てもらうか。それは約400年前実際に起こった出来事。我らの主君徳川家康様人生最大の危機と言われた、後に言われる神君伊賀越え、この様子について皆に見てもらうわけじゃ。さあこの演舞の最中、皆から力を借りたき場面がござるゆえ、ある形を真似してほしいわけじゃ。それがこれじゃ。ドドン、あい、先ほど出てきた刀印と申すものじゃ。今から説明改めていたすゆえ真似をしてくれ。先ほど子供もしておったけど、大人も真似をしてくれな。さあそれでは両手を前に出すのじゃ。両手を前、さよ、両手を前じゃ。そして2本指、現世で申すところのチョキ、2フィンガーじゃな。ほいで指を閉じる、クロスヨアフィンガーじゃな。ほいで鏡で参るぞ。左手が上、レフトハンド、レフトハンドアップ。ほいでこの左手、あ、右手じゃな、右手が下だ、レフトハンド、あ、違う、ライトハンドダウン。ほいでそのまま左手に右手を収め、の、なんじゃ、レフトハンドイントゥザライトハンド、違う、ライトハンドイントゥザレフトハンドじゃな。ほいで胸の前に持ってくる、インフロントオブヤチェストじゃ。なんでわしがせーのと演舞のさなか、みんなに申す場面がござるから、大きな声でニンと力を送ってほしい。あ、 I say せーの、 You say ニン、 Please Please loud voice。 あ、さあでは今から練習いたすゆえ、この党員を胸の前で組んでくれ。わしがせーのと申したらニンと大きな声で言ってほしい。それでは参るぞ。せーの、もっと出るじゃろ。子供が元気よく言ってくれてるから、大人も元気よくニンと言ってくれ。それではもう一度、痛そうではないか。さあ参るぞ。せーの、見事なり。演舞の最中もそれでよろしゅう、お頼み申す。服部半蔵忍者隊演舞開幕である。ファン。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命頂戴する。そうはさせん、主君。徳川家康様のお命は我らご守ります。敵が次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのために家康様を岡崎城に無事お連れせねば。今こそ伊賀者の甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、わし服部半蔵に力を貸してはくれぬか。はぁ、承知。半蔵様、ここはわしが頼むぞ。来い。ワイル、ゴーゼル、総勢300名、集い忍びたちと共に大
民の幸せのため、天下太平の世のため、この命にかけて家様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど教えた党員を胸の前で組むのじゃ。どうじゃ、わしがせーの申したら大きな声で忍の力を送ってほしい。それでは参るぞ。せーの、もっとじゃ。せーの、ありがとうじゃ。皆の者は、ラテンのソース、回り回せ。行くぞ。はっはっはっ、せーたっと。おお、家康は無事復活じゃ。忍びの者たちよ、かたじけのうござった。礼を申す。この功績により我らは鳴海伊賀衆として取り立てられ、わしはその棟梁でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、してそれを支えた人たちの思いを受けて、現世に磨いては服部半蔵忍者隊として愛知延者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、国家臨水さん、はぁ、あ、さあこれが神君伊賀越えの様子でござった。さあそして皆に一つ問いたいことがござる。忍びは知っておろうが、我らのことを初めて見たよ。ちも正直に手を挙げてみ。初めましての方、あら、ちらほらいらっしゃる。ちらほらおって、あまり手が上がっておるってことは知ってくれとるんじゃない、こちらの方が。でございますけど、けども、そうそう、おうか、おうか。おいじゃあこれ、ええ機会じゃから、改めて我が隊の紹介するというのは承知。承知いたしました。我ら徳川家康と半蔵、我ら徳川家康と半蔵忍者隊は、主君であれ徳川家康様をお支えした棟梁、あっとり半蔵正成様を中心に、愛知の様々な武将観光をより一層盛り上げるべく、現世によみがえりました忍び衆でござります。日々名古屋城にて表の決勝から土日祝日には、このような侍忍者賞を説明しておるんでございまするが、そちらでわちゃわちゃせんにいただいて、このような侍忍者賞を土日祝日に行っております。で、我ら忍び主な任務が情報収集ということで、毎日あらゆる媒体を用いて情報収集し、例えば X、 つぶやき機 X、 ご無礼いたしました、ご心配おかけいたしました。なんとか、なんとか、なんとか。例えば X、 戻るな、戻るな、もうご無礼いたしましたの、もう X、 それから Instagram、 TikTok、 カオボ、 Facebook、 それからお主の蔵 YouTube などなど、各種の電子網を通じて我らのかっこよき姿、それが半蔵様のこのようなお茶目な姿などもどんどん発信しておりまするがゆえ、お手持ちの関係にて服部半蔵忍者隊と検索、援軍フォローのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。せっかくの装置の話を我らが、いやまあ別にわしは何も知りませんからな。半蔵様はなんか、いや俺たちがなんか、半蔵様、そして明日なんかあったらですか。ああそうそう、明日大きな宴がござる。明日の岡崎城にて全国武将サミット2023という宴が開催される。これ日の本全土から武将の方々が集まってて、姫様も集まって、まあ演舞やらな、いろんなことを見せてくれる大きな宴でござる。明日もしここに余裕がござる者は岡崎城まで足を運ぶてよろしい、お頼み申す。もうお主縄のそちら側行くんだ。え、内側におってよ、お主おに。さてでわしが怪我したみたいじゃな。まあよかろう。さあこの後は名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃが、その前に我らの剣舞にてお主らを鼓舞いたす。青龍
格好切りするゆえにお手元のガラクリ機でどんどん撮ってくださいますな。プリーズテイクアピクチャーアス。あ、通知とおるかな。心配になってきた。さあではこちらから5秒数えてまいろうか。さあでは掃除数えてまいれ。あ、では参り申せ。参りまする。一つ二つ三つ四つ五つ一枚でござりまして、では真ん中に参りまして、こちらからずーっと参りませんよ。参りまして、1つ2つ3つ4つ5つ一枚でござりまして、では最後右翼型参りまして、参りまして、1つ3つ4つ5つ姉妹でござりまして、ありがとうござる。さあこの後は名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃ、しかとその目に焼き付けよ。それでは皆の衆また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。